ダービーサリオン3実況を始めていきたいと思います。今日もねゆっくりまったりとコーヒーをね飲みながら始めていきたいと思います。クリア目指して全 G1 制覇目指してね、あと残すはね朝日杯日本ダービー菊花賞なんでね、1頭の馬で取れる可能性もありますんで、もうひょっとしたらエンディングが近いのかもしれません。まあ目標はね今年中のクリアです。残念ながら、ね、ミギーもピョン吉もクラシック1勝も取れませんでした。まあピョン吉はね引退させようと思ってるんですよ、まあ、早熟馬ですしスピコメだけだったんでね、まあ、これは引退で、そしてですね今所持金額がね8億5000万ですよ。これではねちょっと心もとないんですよね、高額繁殖牝馬買うときにね。なんでミギーをねもうちょっと現役を続行させようかなとね、賞金をね稼いでもらおうかなと思ってます。このままねまだまだこれから力つけていくと思うんで ね引退させるのは惜しいんで、もうちょっと頑張ってもらいましょう。436キロまだねベスト体重つかめてないんですよねミギーのね。まあでも菊花賞はねやっぱ差しにすればよかったかな。ちょっとノリさんのね打騎乗で騎乗ミスですよあれは。まあ次あたりね重賞出しましょう。 G1 はねちょっとあなぜ、まあ、これちょっと放牧で様子見しましょう。そしてね確かめましょうね。コメントですね、右は残念、まだ走れるチャンスはあると思うんで。今回、三歳馬は、ラーメンマン。イナチュは二歳馬。ポッチャマは二歳馬。ゼンジローね。パッパカパーのね。ゼンジローって言ったらゴール直前になんかゼンジローって叫んだら、馬がね、横向いてね、鼻差で負けたっていう話がなんか覚えてますけど。右が故障中と。善次郎とラーメンマンですね。まあ、両方ともね、やんちゃと言われたんで、根性あるかもしれません。まあね、善次郎の方はスタミナはつかないかもしれませんね。まあ、ジェイトルバリーでもね、ダビタ3ではね、2400m までってなってますんでね、早熟と言われなかったと。やっぱねでもクラシック取るには早熟の方がいいんですよね。右もね成長曲線が遅かったんで、スピード言われたね、スピード来い、こっちに期待なんですよね、ラーメンマンに。僕はもう筋肉マンといえばねラーメンマンが一番好きだったんで、ラーメンが好きでしたからねラーメンが好きだからラーメンマンを好きだったんですけど、まあ最近はねもうカップラーメンは減らしてますよ。おっとラーメンマンコメントなしか、ちょっとこれはノーコメだったんで引退ですね。そしてねこの右じゃない善次郎が微妙ですねこれね、スピード根性、まあちょっとやりますか、スピードとね根性というコメントが出たんで、あまり期待できないと思うんですけどね。まあやっていきましょう。3頭とも受胎してたんだったっけ。お、いい感じやね。さてこれはねカットでいきましょうかね。さて誕生しましたしょじちゃんの子供ボバ、よし。これ期待なんでね、期待の一頭なんで、メモ帳はどこかな。
両津純さんにしましょうか。こち亀のね、こち亀って今でも続いてるんですかね。僕らのね、子供時代からね、もうありましたからね、こち亀って言ったら。もう終わったのかな、さすがに。もう俺の親父の世代からあったのかな、さすがにそれはないか。まあ、僕らももうすでにね、確か漫画の単行本がね、40巻ぐらいまで出てたと思うんですよ。物心ついた頃にはね。それぐらい古い漫画なんで。アニメ化じゃない、実写のね、ドラマ化もされましたよね。まあ、あれちょっとね、香取くんがね、あのスマップの、あんまりイメージ合わないですよね。サザエさん、ヒンバ。ルドルフの子供。ヒンバはね、まあ、ハイジでいきましょう。ハイジね。アルプスの、何でしたっけ？アルプスの森でしたっけ？アルプスの少女ハイジか。さて、ハイジはやんちゃ、いい感じ。1200万、これは期待できない。両津巡査。おお、これいい感じやね。4500万、これ期待できるかもしれない。やんちゃだったら嬉しかったけどね。マルテンスキー、トニービン、やっぱトニービンがいいよね。トニービンで4500万円ぐらい来てほしいんだけど。あ、それでね、忘れてました、あのエリザベス女王杯ね、あのまたしても恒例の休め抜けでした。あの1着2着3着全部持ってたんですけど、まあマレーのね、ボックス勝負で行って、まあ、オッズ作戦ですよ。オッズ作戦完行して、休めをね、切ってたんでね。まあ、マレーで勝負したんですけど、まあ、3連複もね、30倍程度だったんで、3連複で勝負しても、おそらく勝ってなかったと。なんで、納得の負けです。納得の負けっていうか、ねえ、本当に。今年はだから、オッズ作戦でね、やられてるなという感じがしますね。もう馬券作戦で失敗してるなと。結構だから穴馬で押してる馬はね、この動画でもね来てるんですよ。ところが馬券作戦で失敗して、的中馬券をものにできていないんですよね。まあそんなことはもういいんで、忘れたいんでね。何がいいですかね。サザエさん、サザエさんはサンデーか。ヘルトゥーリーズン、タントゥーあたりもね、いいですよね。ブライアンズタイムつきましょう。もう一頭生まれるのかな。ゼンジルはね、392キロですね。かなり軽めのベスト体重ですね。まあ、リアル競馬はね、当たりませんね、本当にね。当たる気がしないというか、もう何連敗してるんだろう。まあ、長く競馬やってるとこういう時もあるんでね、もう経験済みなんで。普段ならね、競馬からね、少し離れようと思うんですけど、ダビスタ実況やってるんでね、今。競馬からね、どうしても離れられないんで。まあ、ダビスタ実況やってるからこそ、なんかね、競馬に負け続けてもね、嫌な気持ちにならないというか、前向きな気分でね、臨めていますね。そばかすキャンディーのジェイドルバリーか。銀河行きましょうか。銀河って知ってますかね。僕らが小学校時代にね、あの犬が主人公のね、漫画があったんですよ。銀河っていうね、犬が出てくるんですよ。犬しか出てこない。犬がだから徒党を組んでね、戦ったりするんです。僕よく知らなくて、どこが面白いんだよっていう友達に言ったらね、お前は優しさがないなと言われましたね。犬が主人公で何が悪いんだよとか言われましたね。お前は優しさがないと。銀河ね。
人間出てきたのかな銀河ってね、出てこなかったような気がするんですけど、おとなしいかこれは期待できないな。そばかすキャンディーはねトニービンの子か、まあ、ジェイドかな。レイザーネイティブがねつくんでね、ジェイドロバリーでいきましょう。ミスプロで長距離馬っていませんからねこの当時はね。24でも持つ方なんで、さてここでねまた飛ばしていきましょうね。はい、あの全次郎ね7月1周になったんで新馬戦に出そうかと思います。調子はねちょっとあまり良くないんですけど、それとですねミギーをね復活させています。もう入球してね調教もかなり積みましたんで、そろそろね復活戦に臨みたいと思います。さて出しましょうね善次郎ね、まあ、この状態でね勝ってもらわないと困りますよ。まあ早熟って言われなかったんでね、どの程度スピードあるか。まあ朝日杯はね朝日杯までに能力をつけてもらいたいですね。まあ右の方はね成長していてもらいたい。かなり調教を積んだんでダート合わせ強め中心にねかなり調教をね積めたんでね、8月7月か、何出そうかな、ちょっと見てみましょうね。オープン特別出してもいいけど、これ出してもいいな。金庫賞出しましょうか。ハンディキャップ、久々のレースで、まあ、リサ・クロップに乗ってもらいましょう。リサ・スティックマイヤーね、言うてましたね 昔ね、リサ・スティックマイヤーとか言って、あれ一番人気取れないのそれは残念。入れ込んでる善次郎入れ込んでるね。これはどうなのかな。まあミギーと似たような感じですよね。まあミギーもねダービーの時はかなり終始ついてたんでね、ミギーぐらいの成長曲線ならまあダービー期待できないことはないと思うんですけど、まあ朝日杯までにねちょっと力つけてもらいたいんだけど、まあそれは厳しそうですね。なんかミギーと似たような感じというか、このままスピード言われてない、スピードスタミナ言われてないんでね、それがね菊花賞は厳しいと思うんで、デイドルバリーのねミスプロの地位なんで、粘れ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 、よしよし OK 入れ込んでも勝ちましたね OK。 ちょっとね厩舎でね回復させましょうね。放牧には出さないで。さて金庫賞入れ込んでる。一番人気馬体はできてますね。ちょっと58キロっていうのはハンデつけられすぎだけど、まあ、中京ね直線短い頃なんで先行で、まあ、このまま強くなると思うんですよ。右はねフルコメですからね。まあ北斗のケンシロウみたいな馬になるんじゃないかなと。セントセイヤみたいにね。セントセイヤもフルコメじゃなかったですからね。その北斗の拳士郎も勝負根性ついてなかったし、このまあフルコメですからね。魔女コメグちゃんでしたっけ、三冠取ったの、牝馬三冠取ったの、あれ以来ですよ。粘れ粘れ、よし叩き合いになったらね勝負根性で勝つよ。勝負根性、ルーブルアクトなんかに負けるなよ。競り合いに勝て、よし、ほら復活。重賞初制覇かな、ひょっとしたら。2着が多かったんだよねこの馬ね。この馬強いですよ本当に。チャンピオンになるかもしれない。
だから菊花賞もね、ノリさんがうまく乗ってくれたらチャンスはかなりあったと思うんですけど、お両方とも一着、これ右はね強くなりますよ。まあ、あまりね無理強いしないように。442キロがねベスト体重だったんで、うん、牧場じゃないよ。善次郎は調子落としてますよね。これがどれぐらい走るのか、まあ、勝負根性が20丸だったんで、それはねなかなかセールスポイントとして育てていきましょう。丈夫って言われましたっけね、善次郎はね。この右はね強くなりますよ同じことばっかり言ってますけど、まあ、8月の3週のね小倉記念あたりがちょうどいいですかね。直線短いコースの方がいいと思うんで。あ、そういえばエリジョのねタッチングスピーチ、タッチングスピーチでしたっけずぶいですね。エンジンかかるの遅すぎですよね。あれ、あそこまでエンジンかかるの遅いとは思ってませんでしたね。ゴール前はね一番伸びてるだけにね、あれがねだから2着に来てくれたらね当たってたんですよまあそれでも40倍ぐらいですけどね、生まれんね。あの花差はねもうエンジンかかるの遅い。ルメールジョッキーもねかなり手前からね立つのは動いてましたけど、なかなかエンジンがかからないんですよね、あれね。お、いい感じだね、右はね。善次郎もね名前は悪いけどゴール前で善次郎って叫んだらなんかねこっち向いて鼻差で負けるっていうことがリアルにありそうですけど、パッパカパーはねあの競馬ファンの方にはね読んでもらいたいですね。なかなか面白い漫画でね、あれ実写にもなったんですよね。確か善次郎はね寛平ちゃんがやってて、主人公誰やってたっけな、主人公山崎芳生ですよ。山崎さんがやってて、芳生さんがね、あれなかなか面白いですよ。主人公がね北海道に行くんですけどね、その北海道に行く理由がね、牧場で雇われようと思って北海道行くんですけど、その理由がね馬券に勝つためなんですよねよく前も話しましたけどね、馬券に勝つために乗馬する人がいるって言いましたけどね、それを超えてね牧場まで行ったんですよね、北海道のね馬券に勝つために。なかなかモチベーションの高い主人公で、今何週でしたちょっと8月3週だよね。小倉記念出しましょうね。今回これで最後にした方がいいのかな、時間的にどうですかね。何もね面白いレースに見せられてないんで、もうちょっと進展させたいんですが、善次郎も状態は良しと。さて、これグリグリでしょ、右必勝右。一番人気でしょ、やっぱりグリグリですよね。58キログリグリ、これはね
チャンピオン級になりますよ。リサ・スティックマイヤーがね、もう一チューバーに成長させてくれたと。もう折り合いもバッチリだしね、まあ、仕掛け遅れはしないでくれよ。これはね、もうバリバリ、じゃんじゃんバリバリ賞金をね、稼いでもらいましょうね。ちょっと仕掛け遅いって、直線短いよ小倉は。リサ余裕まんまやね。外回れ、外でいいよ、外で打ち開かないって、いい感じ。そうそうそう、それでいい、それでいい。これは勝ったでしょ、これはもう、ねえ。あの、エアメサイアのね、エアメサイアの子供でしたっけ、あれすごかったですね。強いですね、あんまね。真打ちが出てきたかなと。あとなんか、昨日もね、出てきましたよね。なんか強い馬がね、2歳馬で。あれは500万したクラスでしたっけ、オープン戦でしたっけ、昨日のレースは。ちょっと覚えてないんで申し訳ないんですけど。右強いですね。これはもう、ね、うん、期待できるでしょう。というわけで今回ね、ちょっと終了しますね。もうちょっとやりたいんでね、続けて撮ろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。